いつは奇妙です。新興宗教と新興知識人という話をしようと思いますけども、新興宗教ってね、何かっていうと、つまり、宗教という言葉に対して新興宗教があるわけですね。で、新しいわけなんですね。で、新興宗教ってどこが新しいのかっていうとですね、まあだんだん分かってきたんですけども、それはね、一つには伝統の有無だと思うんですよね。で、まあ、宗教っていうのはそのキリスト教にしろ仏教にしろイスラム教にしろ伝統を背負ってるわけですね。で、新興宗教っていうのはその伝統を断ち切っているわけですよ。で、新しい教祖が、その宗教をね開いたとね、それが開祖だということで、まあ、新しいので新興宗教ということで伝統から、まあ、断ち切られているわけなんですよ。で、まあネットだとその幸福の科学の大川隆法総裁のね話がまあいろいろと聞こえていますけどね、自分はそのキリストの生まれ変わりでブッダの生まれ変わりとかなんとかって言ってますけども、真面目に仏教の勉強をするとね、真面目に仏教の勉強っていうか、ちょっと仏教をかじると、ブッダの生まれ変わりっていうのは、ありえないわけですよね。で、ちょっとついでだから解説すると、まずね、仏教っていうのは古代インドの常識を、ね、バラモン教的な常識を前提にしてるわけですよ。で、古代のインド人っていうのは、人間はね、死んだら生まれ変わってしまうと。ね、生まれ変わってまた生まれてしまうと。で、人生は苦痛なので、このもう一回生まれ変わってもその何回でも生まれ変わるというね、そういうその輪廻の苦しみから逃れたいということで、ブッダはその二度と生まれ変わらない、二度とね、人間の母親のお腹から生まれてこないという方法を編み出して、で、永遠に死んだわけですね。で、永遠に死ぬことが人間にとってのその最上の安楽であると、ね、それが目的であると。で、それに達成するまでに、修行をしなさいと。そうしないとね、またまかり間違って生まれ変わって世の中にね、おぎゃーって生まれてきちゃってね、また苦労を背負い込むことになるとね、そんな無意味なことはね、もうやってらんないっつってね、本当に死のうっつってね、それで死んだのがブッダなんで、その本当に死んだはずのブッダがね、なんで生まれ変わって大川隆法にならなきゃいけないのかっつってね、おかしいじゃないかっていうね、そういう話にもなるんですけどね。で、とにかくこうざっくりとその伝統の有無でね、新興宗教と宗教を区別することができるんじゃないのかなと思うんですよ。で、そういう意味で言うとね、昨今の知識人というのは、新興知識人じゃないのかなと、新興宗教的な意味での新興知識人じゃないのかなと思うんですね。で、やっぱり今の知識人と言われている方々に対して私が違和感を覚えるのは、やっぱりその伝統との断絶が、何らかの形であるように思えてならないわけですね。で、伝統って何かっていうとね、それはその日本人、戦後日本人の素朴な感覚と伝統っていうと、こう重苦しくて鬱陶しくてね、古めかしくて、その新しいものを全部否定するようなね、そういう足かせみたいな、そういう面倒なものってイメージありますけども、私もそういうふうに思ってましたけども、それは単に本当にイメージでしかないわけですよね。で、結局ね、伝統って何かっていうと、僕の最近の認識で言うと、サピエンス全史的に解釈するとですね、結局その人間のね、共同作業なんですね。で、人間の知的営みというのは本質的に共同作業であると、ね、過去の人たちとの共同作業で現在の私というものがこう頭で考えていると、ね、そういう捉え方をすると、伝統っていうのはこうより多くの先人たちとの協力を仰ぐと、ね、で、そして、新しいものを作っていくにしろね、その伝統を引きずるっていうのは、伝統を背負うっていうのはそういうことなんですよ。だから、先日の動画で紹介したピカソっていうのは、その後ろを振り返りながら前に進むと、ね、ピカソは伝統を背負ってるんですよ。
でそれに対して岡本太郎っていうのは、伝統なんかクソくらいっつってね、断絶しろっつってね。だから、その意味で言うと岡本太郎っていうのは新興芸術なんですね、新しい芸術ですね。新興宗教的な意味での新興芸術が岡本太郎であるわけですね。ねえ、でそれに対してピカソっていうのはそのまあ近代のね芸術の新しい境地を決定的に開いた人ですけども、新興宗教的な意味での新興芸術ではなかったわけですね、あれは伝統芸術なんですよね、その系譜的には、でそうするとね、まあ今日新興宗教と新興知識人っていう話をしようと思ってるんですけども、まあ、新興〇〇っていうのはね、知識人に限らずいろいろあるはずなんだと思うんですけどね、そうやって伝統から断絶した新しいものですね。で、まあ最近ちょっとまたメンタリスト DAIGO さんのね動画を見始めたっていうか、まだそんな本数見てないんですけどね、とにかくペラペラと高速でよくまくし立てるなと思うんですけど、あれがまあこの人は新興知識人なのかっていうふうにして思ったんですよね。だから受けるんですよ。で私は新興、その意味での新興知識人ではないので、この喋りはまあ全然受けないわけなんですよね。でまああとなんだっけ、オリエンタルラジオの中田敦彦さんかね、あっちゃんも、あれも新興知識人としてね YouTube やってますけどね。でまあ YouTube だけじゃないんですね、僕がこのチャンネルでたびたび批判しているその、内田達さんとか、中島芳光さんとか、まあ普通に日本の知識人と言われている人ですね。で僕はそういう人たちの入門書を散々、昔は散々読んだんですね。で哲学の勉強しようと思ってね、で僕はその哲学科出てるわけじゃないから入門書を読もうっつって、それで、まあ、内田達先生、中島芳光先生ね、永井仁志先生、いろいろ読みましたよね。でもね、今振り返ってみると、それはもうことごとく新興知識人であったと。やっぱりね、まあ自分でそのちゃんとニーチェとかね、プラトンとかね、マックス・ウェーバーとかちゃんと自分で我慢して一生懸命読んでみると、やっぱりねその日本の今の日本のいわゆる哲学者、いわゆる知識人が書いた文章っていうのは、どっかでやっぱりね伝統と断絶 してるんですよね。でもちろんその皆さんちゃんとその大学で哲学学んでらっしゃる方ですからね、中島芳美先生にしろ、内田達先生にしろね、永井仁志さんもそうですけどね、永井仁志先生、そうやって学校で教えられている方ですからね。でもまあ特にね、まあ、中島芳美さんなんか顕著なんですけどね、やっぱり自分哲学の根拠をその自分というものに置くんですね。でもちろんその哲学の根拠っていうのは一つは自分なんですけども、どうもその伝統のところがね、弱いような気がするんですよね。ですからそのまあ射程が短いですね。で射程短いと話が早いんで、多くの人にとっては分かりやすいので、まあ、僕もかつてね中島芳光先生の本分かりやすくていいなとかね、内田達先生の本も分かりやすくていいって思ってたんですけども、この分かりやすいっていうのがクセモンで、分かりやすくて分かったつもりになって何も分かってないと。で何が分かってないかっていうと、結局はねその伝統なんですね。伝統っていうのはその過去の人類の知識の積み重ねであって、共同作業なんですね。それがねやっぱりその射程の短い新興知識人からは得ることができないと。でまああと写真とか美術の分野ではその新興知識人という様相がさらに顕著でありましてね、私から見るとですよ。でまあ芸術はいつから始まったのかっていう話があるわけですね。でそうするとその例えばその日本語の芸術っていう言葉はですよ、明治以降なんですね。明治時代に
その外国語を日本に翻訳した西天音という人が、ファインアートという言葉を芸術という日本語に置き換えたんですね。でそれ以前は芸術という言葉は日本にはなかったと、ということでその日本において芸術というのは明治以降に発生したものだという考え方があって、かつては僕もその説で納得していたんですけども、まあそういう話ではないわけですよね。でもちろんそのでもう一つその説とセットになっているのがその純粋芸術という考え方で、その日本においてもそうだし、その、ヨーロッパにおいてもそうですけども、そのかつてね芸術っていうのは宗教芸術であったと、ね、宗教と芸術がくっついていて、それはね純粋な芸術ではなかったっていうわけなんですよね。で近代になってその芸術の地位、あの宗教の地位というものが、相対的に下がってしまって、科学の台頭でいろんなものがその純粋化して、で芸術も純粋化して、そして芸術のための芸術というね、純粋芸術の、考えが、まあ、生まれて、そこから本当の意味での芸術が始まったんだと、ね、ということで芸術っていうのは、近代の産物であると、ね、だから近代以降の芸術を考えればいいですよと、ね、そういう考えがあるんですけども、まあ、それもねこう信仰知識人的な考え方なんですね。まあ、芸術の歴史っていうのをその近代以降にしてしまうと、まあ、話早いわけですよね。つまり古代エジプト美術とかさ、ね、それは考古学の分野だからうちらには関係ないとかね、そういうふうに言えるわけなんですよ。であとその、まあ、特にその、まあ、日本の美術大学でね多分聖書読んでないですよね。で西洋美術の歴史って聖書の挿絵ですからね。だから聖書を読まないとその西洋美術の何たるかっていうのはちゃんと学べないわけなんですけども、まあ、そういうことも教えないわけですよね。でそれもだからその芸術というものを純粋芸術に還元してしまうと、ね、でそうすると話が早くなると、でこれをまあ信仰知識人的な態度であるわけですね。で写真っていうのもね、写真の分野も私もいつも違和感感じてるんですけども、写真の歴史っていうとね、そのまずは、ダゲールから始まるわけですね。ダゲール、まあ、せいぜいニエプスですね。で、まあ、この2人が、いわゆる写真術を発明した人だというのは事実なんですけども、写真というのはそれ以前の、西洋の写実絵画とこう地続きでシームレスにつながっているんですよ。でその証拠にその証拠っていうか、だから一つは写真の発明以前にもカメラが発明されたんですね。だからその今写真とカメラ、あの写真とフィルムってセットで考えられますけども、まあ、今、ね、フィルムが撮像素子に置き換えられてデジタルカメラとか iPhone になってますけども、そういうものが全部こうセットになってますけど、実はまず先にカメラだけが発明されてフィルムなかったんですね。でどうしてたかっていうと、レンズが投影した像を手でなぞっていたと、ね、手でなぞってそしたら本物そっくりに描けるじゃないかっていうのが、西洋の写実画であったわけで、そういう意味で言うと、絵画の歴史と写真の歴史っていうのはシームレスにつながってるので、写真の歴史を学ぼうとするとやっぱ絵画の歴史もね学ばないとこう本当はいけないんですよね。でそれとその写真の歴史と絵画の歴史もまた共に歩んできてるんですよね。これはさっきもうついさっき勉強したところによると、そのピカソっていうのは結構写真を見て絵を描いているんですね。で、まあ、そこから新しいこう可能性がまた出てきたという話もあるし、でそのピカソを画家ピカソをアメリカ人に紹介してアメリカでメジャーデビューさせたのが、写真家の、ね、アルフレッド・スティー・グリッツなわけですよ。で、まあ、写真家のスティー・グリッツっていう人は自分でそのギャラリーを持っていてね、ギャラリーオーナーでもあって、でそこでその、まだその
アメリカでは珍しかった現代アートというものをね、紹介していると、ね、そういう人でもあるわけですよ。だからその写真家がそのアメリカにおける現代アートの需要というものを、促進していたと、ね、そんな働きをしていたっていうのも私も勉強不足で改めて最近知ったんですけどね、やっぱそういう話をね、他の写真家の人たちともしたいんですけどね、やっぱりねこう写真は写真、絵は絵って言ってそういう区別があるんですね。でそういう断絶があると、伝統の断絶なんですね。でそれも結局は信仰知識人的な考え方で、だから根本は信仰宗教と同じなんですよ。まあ大川隆法総裁の本もパラパラとたまにチラチラとたまに読んだこと読んだりするんですけども、参考でね、参考程度でね、やっぱりね信者さんがね、聖書とか仏典とかちゃんと読んでないのを前提にしてね、適当なこと言うんですね、本当に。だから聖書を読むっていうことが、まあ、僕もたびたび聖書は繰り返し読むんですけどね、そんな熱心に読んでないんですけども、それはやっぱりその信仰云々っていうのもやっぱりその伝統ですね、昔の人の考え方を私の考えとこう共同作業にすると、ね、そういう作業のために聖書っていうのはたびたび読む、仏典もたびたび読む、ね、プラトンなんかもたびたび繰り返して、ね、まあ、1行だけ読むとかね、1ページだけ読むとかね、それでいいと思うんですけども、まあ、そういうことをね全然しないわけですね、という話をさせていただきました。